にちはナフ太郎です。ナーフダートタグスウォームファイヤーを紹介します。でかいですね、スウォームファイヤー。一昔前はこれが最強のナーフと歌われていたらしいんですけれども、電動でコッキングしなくてもよくて、で先ごめでこれ弾が20発入りますからね俺が考えた最強のナーフみたいな感じを詰め込んだナーフらしいんですけれども、はい、結構丸みを帯びていて、ね、ぶつかってもなんかそんなに怪我しなさそうだなとは思うんですけれども、結構前の重心がですね、ここに電池入ってますんでね、いや結構重いですねこれこれドンキとしてもいけそうな気がしますけどね、かなりこう重量感が前の方にありますね。はい、で外観なんですけれども、でストックですね。はい、でここに、20って書いてありますね。はい、なんかダートタグっぽいマークがあるんですけれども、色はついてないですね。はい、右側でした、前がですね、銃口がすごいですね、蜂の巣みたいになってこれ20発弾入りますからね、これは結構向けられたら威圧感があるんじゃないでしょうかはい、左側です。特にスイッチ類とかはないですね。はい、上の方だとここに、スイッチのオンオフがありますんで、ちょっと見えづらいですね、これでオフかな、これでオンですね。オンの状態で押すと、おお、あまりね空打ちは良くないと思いますんでオフにしておいて、はい、まあ、最後にですね、さっきストックって言ったんですけど、ここをですね引くんですね、引くとストックが外れるという、これ便利ですよね。結構でかいですけどね、それでもちょっといじってみるまでこうストック外れるのを自分知らなくてびっくりしましたねこれ、ストックはストックであった方がかっこいいなとは思うんですけども、なんか持ち運びするときとかに、便利そうですね。ちなみにストックは若干ガタつきはあるんですけれども、まあ許容範囲内かなというところで、早速ですね試射してみたいんですけれども、ダートタグ用のダーツが私手元にありませんので、はい、こんな感じでエリートダーツね、X ショットダーツ混じりでですね、申し訳ないんですけど、これで本来の性能が発揮されるのかどうかといったところではあるんですけれども、はい、やってみたいと思います。はい、20発入りましたね。結構すごい入れやすいですね。もうぐちゃぐちゃだよって感じなんですけど、はい、ということでスイッチをオンにしたいと思います。このスイッチを下にカチッとやったら、あとはトリガーを引くだけですね。おほほほ、打ってみますか。これはすごい、これはすごいぞ。この連射力ちょっと笑っちゃいますね。おお、感動っすわ。ダートタグスウォームファイヤーでした。重量が 1631g で、ちょっと前の方に重心があって、子供の方はですね持つのちょっとバランス悪いのかなって感じもしますね。価格が2年ぐらい前にヤフオクで5000円前後で手に入れたと思うんですよね。ちょっと覚えてないんですけど、横48センチから63センチで結構大きいなと思うところであります。
縦18センチで初速が15から17いくかいかないかぐらいなので、まあまあね、この連射力でこの初速はかなりすごいんじゃないですかね。相談数20発で先米高連射で最強の一角かもしれないナフでございます。はい、なんか最強のねナフが私多いんですけどあのこれは本当に使いやすくてですね、ナフサバゲーとかでも弾拾いながらこうスポスポ入れられて、でしかもですね、あのなんだアクセラレートボタンもないですかね。ただこれ押すだけですぐ弾が発射されるっていう、しかもレスポンスも素晴らしいですし、こう正直舐めてましたね。ダートタグシリーズで一昔前のナフでしょ、まあですね、大したことないっしょって思ってたんですけど、これ本当にもう素晴らしいですね。素晴らしいの一言につきますね。はい、ちなみにオレンジトリガーですけども、あのブルートリガーって言って威力が上がるけど、あの連射力がちょっと落ちるっていうバージョンもありますので、まあ、そっちは持ってないんですけどね私。はい、まあ、ちょっと気になる方はですね、ぜひですね、まあ、いろんなところ探してみてください。はい、で一応ですこれね、ストックも取れるのも持ち運びに便利かなって思うのもいいところだなと思います。はい、これは本当におすすめですね。ぜひですねこれを手に入れて、あのね、あの友達とか家族とかでね、あの対人戦でぶっ放したらもう最高に気持ちいいんじゃないかなと思うところであります。はい、ということで今回もご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまた。